ウェイ感覚というレッツプレイクロトリガー、カイロワイット何者かが来ると、巨大な魔法での違反です。何なんか右の方に何か変なやつがなんか土見えたら、おお、なんか来たね、ゴールミ系のやつが来た。こいつあのなんつったら、右の方が気になって、おお消えてしまった。よし、じゃあやるか。何なんか最強魔法とかどうだろうかと言ってやるか。エリケタック、はい、まあさ最強魔法だ、こっちを見せてやる。俺どう、セーフキーはこっちだ、まあいい感じだね。じゃあ次は俺、エレキアタック、素晴らしい。どう、おお、いい感じだね。かっこいいね、ロボかっこよすぎだろ。次何、レッドニードルからのマジンガンパンチ。おー、うえー、かっけえ。あんまダメージ変わんなくね、まあ、まあ600ぐらい違うけど、ドドドドドド、消費 MP を考えるとそしたらカリカリのコスパフォーマンスとかかなり良さときは、エイトって言いますよ。サークルボム、はい、横から縦から、もうかっこいいね。で、今度あれだね、カエルが今度横から縦から飛べる、十字切りみたいな、マシンガンパンチが一番いいの今のところは。ラインボー、またラインボー、そしてそこからのマシンガンパンチ、あ、ロボタックだね。おれー、うえー、かっこいいな、もうかっこよすぎだろ、光るぜ。ほっ、もう761か、そこそこだね。いけないですか。じゃあ次はレッドニードル、ダメ、怖い、どこかすなんだこいつは、こいつかわいいな、見た目ゴゼギュ、とりあえず苦手なの。ほう、ここ危ない、てか結構危ないよな、ここ戦ってる場所、落ちるぜ、こんなとこだったら。なんか苦手なの、なんかさ、なんかないファインアタックとか使ってみるんですよ。わー、華麗なジャンプ切りで、ノーマルジャンプ切り、ドーン、いいね。あ、これめちゃくちゃ強いじゃん。え、これ超強くね、シャギーン、剣を抱えるグランドリンじゃねえ、グランドリン変える、めっちゃ素晴らしいじゃん。もう一発、あ逃げられたか。ふぅ、しょうがないな、勝てなかったな。できたぞ。まあ、勝ったら2500の経験値もらえるだけだからな。まあ、少しの技ポイント。ダンス。なんだこれだ。見よう、この作り翼。これこそ新王ダルトン様の玉座。名付けて。スカイダルトン玉座。ダマがすぎる。さあ、最初のいけない奴らだ。飛び立つのだ、スカイダルトン玉座。おぉ、かっこいい。違う違う。ストップザミュージック。あら。これだこれだ、いやさっきの絶対かっこいいだろ、出す、へっ、もうダルトンすげえな、めっちゃいいやつよ、お前なんかこんなことしてくれる。なんでこれあれだ、プレゼントしてくれるんだね。スカイダルトン玉座発進、壊されたね。おお飛んでるな、すげえな、あれ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 、そう、あれだよ、なんだろう、ダルトン、あれから奪還すれば完璧やけど、シルバーとか飛んでる、カエルのあの可愛いね、ロボットもいいけど、ルッカーだけ洗ったな、なんか平成だもったな。シルバードラない、スカイダルトン玉座だ、ヒャッヒャッヒャッ、今度様子見るぞお前ら、空の木材と消えろ、なんか海の木材と消えろって聞くよ、空の木材と聞かねえな、ヒッヒッ、虫系やらしいぞ、超細かい、あいつやろう、カエルがぶち切れた、そして飛んだ、それに乗ったのはシルバード、たまらやってやるぜ、なめんなよ。じゃあまずカエルフラぶちかましてやるよ。でその次何がぶちかましてやるかよ、なんかないかな、ダブルボンボン、 AB が足んねえな、どういう1964か。じゃあマシンガンパンチ、ちょっとモブキンを殴ろうぜ、あ、殴れなかった、ダメだった、いけ、何あのポーズ、あのポーズだってめっちゃかっこいいよね、かっこいいって感じ、無駄にかっこいい、くらえ、あぶねえ、この空の戦いは恐ろしくしよう。よし、とりあえず、やるか回復だね。じゃあ、カレーになんかあれ切るんだね。じゃあ、ダブルボム、これちょっとやってみたいな。まあ、たぶん前にもやったと思うけど、なんとなく、気分的な問題なんだ。おい、パンパンパン。はぁ、やべ、爆発する。しかも、あ、もう終わったな。右の翼が終わった。イデオマスターゴルム。あいつどっか行っちまったで。また来んのかな。あら、あいつはどこにいるんだい、ヒヒヒヒ。あばよ、バカ野郎。ニューロとそのツアー見せるんじゃねえ、だがありがとう、シルバーがあるみたいな、ふう、シルバーが無事だった、無事なのよ、奪還成功です、奪還ってことも見てみたいな、あのコソドロ野郎、なんか掃除法は、そうだ、
カエル、お前が任せた。そうればカエル、緑のボタン押してください。おい、なんか出たぞ、お前ロボどうしてくれんだお前は。ああ、もう黒トリコもうあれだよ、攻撃しちゃったよ。これ危ないよな。でもこれで世界征服できんだよ。だってあれボタン、はい、だってこんなんあったらって、もう多分時代移動できるしさ、これでもブンブン撃ちまくったらあれだ、全滅する、絶滅させられるぞ。この青いボタンの君の結果なんだ、爆発か、着火、着火装置と爆発装置みたいな。やったー、ダーダーザマネや。あー、どんだけ慕われてるんだよ、あの船が飛んでおる、慕われてる。あー、誰飛んだからな、もういい感じやん、大体分かったわ、さすがやな。これは気持ち、気持ち気分いいんで、あの野郎の前でおろしたいんだよ。ケアの巧妙というやつでしょうか。軍勢にも飛行機の前転がありましたね。あれじゃん、改造しようと思った。残念でした。ダルトンは、いいね。そこだけはじゃあ、あれだ、褒めてやるよ。よし。で、じゃあ、ともかく、探してみるか、クロノ。おう。あれだ、生きてるよ。どっかでな。かっこいいよね。今はなんか折り返すのかっこいいと思ったんだけど。とりあえず、なんか村人の話聞くか。はいはい。役に立つでしょ。わいわい。スカッとしたね。あんたらじゃ見たら。そうだね。あれだね。黒鳥が落ちるとこ見たんだろうな。北の店が人から見ました。変な気を起こさなきゃだ。ほう。それは誰かね。これは聞いたな。はい。こんにちは。なぜこんにちは。あなたたちの後に、ここに流れ着いた人がいたら誰か探している。あなたたちの後に流れ着いた人。戦闘時間を迎えない人が来た人。もしかしてあなたたちのお仲間でした。ほう。黒のじゃねえか、それ。村の民も少しずつ元気ができてるじゃん。一からやりなさい。ただそれだけのことじゃ。たくましいな。人がいるときはいいのかもしれないってさ、仲間っていうか誰もいなかったらどうなんだろうか。よし、じゃあ寝よ。こんな感じ。おお、みんな入ってた。すげえ。こういうの初めて見たかもしれない。なんか、なんだろう、いつもだったらまあベッドとか3つあんじゃん、宿屋とかだけど、おお、みんな同じとこやったら、すげえ、かなり窮屈そうやな。ロボはあえてあそこに寝るっていう、こっちの方が増えたみたいですね。合う、色持ってんじゃん。ちょっとハイポーションくれ。ハイポーション。エーテル、エーテル高いんだよな。ハイポだな。一個だけ。また来て。あー、そうだ、このね、後ろ、このヌーの後ろにさ、いるさ、あ、光ってるやつあるじゃん。あれなんかね、まあ、カプセルなんだけれども、あ、ちょっと条件わかんねえんだよな、この、なんかどうやってなんかこの人がなんかね、毒のかって。たまに毒んだよ。俺もそれ、2、3回ぐらいはちょっとやったと思うんだけど、そうね、よくわかんねえ。ね。そう、増えたんだよ。まあ、どっか調べればいいのかな。あれ、あ、いや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 、また来るけどさ、また来るけど、どいてくんね。これとかさ、これやればいいんですよ。なんか、キョロ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 。ダメ？お願い。そうなんだ、このやつが欲しい。お願い。お願いします。おい、おらどけぬ。じゃないと、お前らだ。カエルフライぶちかますか。あ、じゃあ、あと10秒。じゃあ、10秒、待っても来なかったら、出なかったら、来なかったら、もう逃げるわ。さよなら、それは。1、2、3、4。これなんかいいよな、この炎。なんかこのゆらゆら言うって感じで、すごくなんかさ、落ち着きそうなの、その夜中とかに聞いたらじゃない、見たら。なんかあったかそうだね。あったかくて、そのなんか安らぎをもたらしてくれた。まあ、あれだめな、あいつはどかねえ。意地でもどかねえってよ。残念だったね。押す。はい。よし、なんか、とりあえず、じゃあ上の方にあるなんか、北の岬に行こうじゃないかい。よし。なんだ、ここにあるのは。お、魔王じゃないか。お前たちか。お前か。魔王。見るがいい。すべては海の底だ。永遠なる夢の王国人。かつて私はあそこにいた。もう一人の自分としてな。ほう。この次元の歪みは、やはり無理だったから、人の手でこの力をコントロールするのだ。いいか。このまま奴は次元の前から来られるぞ。姉上。いけないじゃん、来てはダメ。でもなんかアルファの色が違うってやつ。マジで今ラブス、これはまさかタイムゲート。しまった、姉上ザキ。
定ボスはメンディーの前とかそれ。ラッシュはメンハッシュはここはおーい何もない。ここは時の果てか。ジャキは中世にビーネガーあーねやろ。そうかお前あの時のガキジャキだったんだよな。私は奴を倒すことだけで考え生きてきた。奴が作り出した渦にとも中世に落ちて以来な、我が城でラボスを呼び出すことをお前たちに使わせる。再び次元の渦に乗り込まれたどり着いた先はこの時代とはな、皮肉なものだ。歴史を知る私は預言者としても女王に近づきラボスとの対決を持った。しかし結果はラボスの力は強大だ。奴の前では全ての王に黒き死の風が吹き去る。このままではお前たちも初めてだぞ。あの黒のとかいうやつな、あいつは侮辱する気か。奴は死んだ。弱き者は虫けらのように死ぬ。ただそれだけだ。魔王今ここでやるか。やるぜ。お前たちは下がってくる。まさかお前とこの時代でケチがつけるようになるとはな。来い、やるぞ。再び魔王と計量をつけるときが来た。カエルのグランドリオンを装備させるのが先だ。悪いな、悪く思うのよカエル。本当はグランドリオンを装備してやるのがかなり熱いと思ったけど、まあ、というわけで魔王はザキだったんだね。目的はラボスを倒してサラをどうにかして救おうと。はねきだな、悲しいけどな。それも結局は絡んだと思った。だもし仮に中世でラボスを呼んだとしてもおそらく勝てなかったかもしれない。だがどんなものを犠牲にしようと魔王はラボスを倒して姉さんを助けたかったんだ。だが許さんぞ。そのせいで帰るのは大事なやつが犠牲になったことをお前は知ってるはずだ。そのことはユルさんありがとう。回復してくれて、回復してくれて罪をつこうと許しません。やはり悪いことしたからにはそれなりの代償を支払ってもらわなかったら、なぜ氷ばっかりあるのか俺には分からない。がなんだどういうことだって何。水でやっといてそこからの雷か。やるじゃないか。なるほどね、その関連性が強いから。つまりカエルだったらかなり雷に弱そうで、見た目がそんな感じですね。よし、どうだ。魔王が本気出してたこの時点での魔王はもうあれなんだよね、あの闇の力をもなんだろう取られてしまってるから使えないんだよ。だがたまたま、まあ、それでもかなり十分強いけどな。やらはしないぜ、サイラス。お前のために帰ろう、行く。そろそろやばいかもしれない。マジか。回復するか。あいつは一体鎌をどこで持ってるんだ。隠して何を見るんですか。これとは早く使うな。いや、なんつうか、なんかアイテムを使うのはなんか妙じゃないか。嫌な感じですよ。なんとなく。魔法で隠しても同じことだ。やるね。だがカエルも一人でお前との対等に戦えるぐらい強くなってて、その分お前も弱くなってしまった、まあ、すごくもっとなんか壮大っていうかさ、まさかこの場所でケリをつけるのかな。おい、どうだい、また回復してくれたんだ、ありがとう。だがサイラスの痛みはこのままではない。何、しょうがない、あれを使うか。カエルの必殺技行くぜ、ベロロン斬り。
ほら、うい、どうよ、あ、魔力がつきたのか。ほら、どうよ、お、倒してしまった。サイラス、やったぞ。まだ強すぎる。カエルになればいずれ解ける。黒の一回忘れとけば、時の剣術に、はい。こんな終わり方でよかったのだろうか。という夢をカエルは見たのであった。今貴様を倒したところで来るな、戻ってこ、サイラスもな。じゃあ行こうかい。待て、なんだい。私も言ってやる。何を言ってるんだ貴様は。ふざけるな。やつを黒の一回忘れてないわけではない。何、東京の剣じゃなくてな、失った時を取り戻そう、知っているはずだ。そして魔王が仲間になった。おー、やばいね。これはかなりやばいんじゃないかい。これは来てるべ。とりあえず主人公、いや、なんでもない、主人公答えって言おうとしたが気のせいだ。よし、とりあえずこれでいこう。いや、ダメだな。いや、ダメだ。それは許さん。お前が先頭のことは許さないからな。やはりカエルが先頭だけど、いかんだこれは。よし、さて、じゃあどうするかね。あ、ちょっと行ってみようぜ。どうよ、スカッとしたね。こういう、あれなんだよね、あのね、ちょっと坊主、このネコ知ってるの。おじちゃんなのか、その年ってんのか。そう、これアルファだなんだよね、この猫ちゃんね。で、邪気って分かってるからさ、これすげえいいよな、このなんか。マジたまんね。俺、かなり嬉しいよね、なんつうの、これでなんか、なんつうの。邪気ってちゃんと分かってくれるって、もうやばいね。これ超嬉しいね。マジたまんね。もうニヤニヤ止まんねえ、ほんとに。これなかなか、まあこれあれなんだろう、まあ邪気なことだったんだよな。よし。あー、魔王仲間になっちまったな、ついに。やばいやばい。もうやばいわ。魔王仲間と、ちょっと綺麗にこう開けてくんねえかな。なあ、どうよ。開けてくれるかい？おい！よし、もうみんな合体してるの。お、仲いいな、お前ら。おほほ、来たこれ、来た。え、何年ぶりだろ、これ見たの。やばいね、ちょっと綺麗に止まってこうぜ。よし、じゃあみんなで仲良く、仲直り祭りと行こうかい。よし。おー。まさかカエルと魔王が一緒に寝る日が来るだなんて。あら、嫌だ。困っちゃうわに。よし、じゃあ行くか。シルバートの時空ジャルが大きく乱れています。なんと、何？あれは。そこに現れたのは、ラボスの力によって生まれた。これかっこいいよな。で、音楽もすごいかっこいいんだけど、これどこなんだろう、これどういう視点なんだろう。ここはなんか空からの、でもだってここなんか宇宙からっぽく見えるんだよね。なんかちょっと浮いてるのそこだしな。巨大です、とてつもなく巨大な精神エネルギーを注いでいます。死者の目がお迎えに来たってのか。回転してんだよ、バカな。なんかいいよね、このカエルの反応の仕方、すごくかなりいいと思うんだよ。なんつうの、ちょっとなんか古風な感じというか、たまらんの。昔あれなんだよな、ちょっと子供が怖すぎて、もう速攻でもうね、逃げた。お、てかあれじゃん、操作できるじゃないかい、シルバード。やばいね、来たじゃないかい。よし、お了解。あ、そうだ、レベル。あ、しまった。あー、やっちまったぜ。うっかりやってもうだ。レベル、そうなんだよね。あの、30代で、あ、なんか変な回転してるんだ。なんか赤いさ、なんか変なやついたじゃん。なんか、なんつうの、ボン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 敵を呼ぶやつがいたんだけど、ギアみたいなやつがいたんだけどさ。あれがスペッキョの第3形態で、今のが第4形態、1個飛ばしてしまった。あの、いずれ、まあ、スペッキョファイトとして、第1形態から最終形態までやる予定なんだよ。
おや、あの元気のいいお姉ちゃんどうしたね。うん、そうか、大層だでいいな。この曲を送らせてもらうよ。題して黒のリメンバー。私にできることがあれば力になってあげたいんだが、時の賢者にしかできることがあるんだ。あなたどっかで、そうか、立派になったな。随分とひねてはいるがな。何？時の賢者か。晴れさて聞いたことがある気もするが、その時の賢者に何用だね。何でも黒の生き返らそうなんて言うって話があまり信用できない話だな。死んだものを生き返らせる、今まで何人の人が望んだことだろうね。幸せですな、黒の様。こんなに思ってくれる人がいる。そうだね、そうだろ。これ迎えに行こうよ。嫌です、合格女だからな。さあ、かかりやすかったけど、いなくなってみると、か、勘違いしないで。あいつ弟みたい。完全にこれツンデレだな。弟？どっちが年上なんだっけ。ルッカーは年上か。わざわざのが必要。うん、黒強い。黒死んだ。嘘。ええや、黒。探す。こう退屈。だがい。だがやらずですね。じゃあ行こうか。なんだよ。これを持ってきなさい。なんだよ、これ。何が頭か。これは、黒の鳥が、時の卵が、その卵を返す方法は、あの時の翼を作った男に聞きな。ただし、うまくいくとは限らない。だが、結果のために行動するわけじゃあるまい。行動するから結果がついてくる。そのはずじゃ。これ名言だね。それと忘れることじゃな。お前さんたちの黒の思う気持ちがあれば。あるいは、そうか。お前か。ということは、あなたが時の変じゃ。ハッシュさんですか。そう言われたこともあるような気がするよ。そう。あるか。昔に。な。クロートネが手に入れた。ついにこのタイトルの相手も手にしまったな。じゃあ、あれかな。次回は、クロノを救う、冒険をするのかな。どうすっかな。じゃあ、スペッキオファイトということで。うわぁ、マジをやってもうた。マジやってしまった。俺はもうショックだ。まあ、まあいいだろう。まあいいでしょ。オッケーオッケー。まあそのうち、やるんで。気が向いたら。というわけで何が待っているのか。Find out next time. Thanks for watching. See you.